落石が見つかったのは阿蘇登山道路の一つになっている南阿蘇村中松の県道阿蘇吉田線です県によりますとけさ6時45分ごろ国の道路管理の窓口に住民から連絡があったということです現場には大きなもので2メートルほどの岩が何個も落ちていますがけが人はいないということです現場にには高さ30メートルにわたり、 岩の崩落を防ぐ金属製の落石防護網が張られていましたが、今回は網が張られていない上部の岩盤が崩れたとみられています。県の阿蘇地域振興局は定期的にパトロールをしていたということですが、この現場での落石は初めてだということです。南阿蘇村ではおとといの夕方から昨日未明にかけ、67.5ミリのまとまった雨が降っていました。 また、岩と一緒に木の幹の一部とみられるものも落ちていて。村では崖に生えた木の根が腐っていたことも原因の一つと見ています。落石の影響で南阿蘇川の県道阿蘇吉田線は現在も全面通行止めとなっています。